ケンタです。リョウタロウです。ケイタです。せーの、サンタラピクトです。今日の企画は、サンタラピクトアーティスト計画来ました。よっしゃ。マジっすか。ちょっと待って、俺よっしゃーとか言ってるよ。最初全然乗り気じゃなかった。洗脳されてるわ、完全に。絶対やらないって言ってたもんね、一人で。まあこれはね、なんならもう、サンタナピクト結成当初から実は話に出てたことですよ、ケイタ君。そう。ね、最初、アイドルやりたい。から始まってました。そうだね。もう、りょうたろうがね、そのうち、いつのタイミングか忘れたけど、やりましょうよって。言うようになったよね。ね、乗ってきたね。うん。嘘じゃん。知らないの？それなかったら俺乗ってなかったよ、多分。じゃああったっていうことですね。編集点作んな、お前。全部使ったるわ、もうこの。いや、まあね、そっから来て、もう僕は正直歌出すのとかどうなんだろう。思ってたわけですよ、うん、でも1年間活動してきて、うん、柔軟になってきましたよ僕も、うん、この YouTube に対する考え方が ねやっぱバズりたい。そうですね、ね、やっぱ10万人っていうのを目指す中で、そうよ、キャッチーなところをさ作ってこうよ。そうよ、もうだ選んでやんないよ。いや、10万人突破口になってもらえるような企画作りたいということで、うん、アーティスト化計画やっていきたいと思います。やっていきましょう。今日のこの動画で新しい神曲を作っていけたらと思います。神曲言っちゃいましょう、もう。まあ、ノー編集をね、上げさせていただいたんですけど、その中で作りたいねみたいな話をちょっとさせてもらったんですけど、覚えてる？その時俺がどういうタイトル。わかる、わかる。タイトル候補。ああ、覚えてる。あれっすよね。ひなたでしたっけ？地獄ね。どの世界線行きたい？あ、サンライズ。エグザイル。ありそうだよ、サンライズ。なんだっけ？サンピーク。ああ。りょうたろピンクはちょっといただけないみたいな。でも俺サンピークいいと思うよ。いや、やっぱだから、これタイトルとかから決めてった方がいいんじゃないですか。毎曲作ったことねえだろ。あります、あります。あります、あります。世に出てないでしょ、だって。あ、出てないです。世に出る曲作ったことあります？ないです。僕もないんで。3人の素人が作ってますから、今。どっから作る派ですか？タイトルとか周りから行く派ですか？やっぱタイトル大事じゃないだって。え、でも、それで言ったらさ、もっとその最初じゃない？どういう、思い出しました。ちゃんと気持ち悪い。めっちゃ思い出してました。あの、ブログ書くとき、タイトル最後につけますわ。いや、それも、だから多分、違いがあるよ。全体のイメージが先じゃない？どういう曲のイメージなのか。それだ、なんか。じゃあでしょ？いた！なんかこれさ、お気に入りだけど、考えてきてからやってもらえる。いません。空中でやるの。テーマ決めましょう。テーマか。テーマ。でもやっぱり、もう俺らが主体となったものだよね。うん、全然さ、違うさ、なんか女性の話とかではないわけじゃん。どういうこと？じゃあだからさ、その恋愛みたいな。ああ。失恋したとかってことではないです。いや、それ出してこうよ。何、何がいいの？だからやっぱ3人の。お前は何がいいの？てめえは何がいいんだ。僕は、あの、あれですね、やっぱりこう3人が10万人を目指してるっていう、この熱い気持ちを変換して、何かに。あの、露骨になんかこう10万、いるぜ、人気出すぜとかじゃなくて。じゃあなんか、それはもうさ、やばいじゃん。ラッパーみたいな感じ。使えねえよ。使えねえよ。直接はちょっとダサい気がして。曲調の雰囲気とか何なの？ロックとかさ、ラーとかあるじゃん。ポップスと、俺 R&B 好きなんで、ちょっと R&B、曲は、メロディーは R&B ってどういう感じ？ちなみにリズム&ブルースですから。笑い声がちゃんとリズム取れすぎてて楽器か。アーティストさんでいうとどういう感じですかね。最近だとあれじゃない、名前出てこい。えなんとか大地、三浦大地さん。三浦大地さん、なんとか大地。まあ、あとは、まあ、俺ずっと好きって言ってるけど、藤井風さん。藤井風さん好きです。結構そのメロディーが複雑っていうか、いろんな音が入ってるみたいなのは、すごいいいな、思う。ちょっとアップテンポな、乗れる感じがいいかなっていう。縦乗りね。僕は、TikTok で使えるような。なるほど。いい目線ですね。また違うところです。ちゃんと聴いても、いい曲だし、キャッチーな。と、それこそ、踊ってみたとか、あるじゃないですか。ああ、踊ってみたに使われるような。で、歌ってみた。見させた。俺らが踊ってそれを見せるってこと？踊らせてみた。踊らせてみた。踊ってみた、させてみた。踊ってみたでいいのよ、それ。まあでもその、ケイタ君と一緒でサンタナの話でも、その歌詞の内容、まあ僕たち。サンタナ？なんかその。サンピクやん。国名みたいになっちゃってるから。サンタナって。
歌手だったらいいよ、アーティストさんだったら、うん、切ない曲でバズったとして、うん、わこんな歌詞書けるなんてすごいとか、うん、こんな曲作れるなんてすごいってなるけど、あくまでも僕らの目標としてはこいつら何やってんだろうっていうところにつながりたい、プロフィールっていうかプロモーションですよね、うん、そうそうそう、まあ、の一環、それをかたくなにサンタナやなサンタナって言うまあでもピクトでもTikTok はいいところだね、いいね、いいね、それこそ動画、うん、SNS バズり大事ですからね、うん、僕はもうね結論で出ちゃってるんですよ、キックザカンクルーズ、おー、でもラップが重要なことではなくて、うん、キックのなんか曲のキャッチーさ、うん、あと、はいはい、夏っぽさってポップさにつながると思うんですよ、うん、冬はやっぱりちょっとバラードが多いんですよ、うん、夏っぽさ、うん、はいはいはい、夏って何、何が暑い、海、何が熱いって言ってんだよ、太陽、太陽、太陽、サン、サンピーク、イエス、タイトル嫌なの、サンピーク、いや、わかんないですよね、わかんない、あ、歌詞決めてから行きたいの、俺歌詞、いやでもサビの頭につく言葉をそのままタイトルにしたりとかあるじゃないですか、やっぱり、うん、それぐらいキャッチーな方がいいんじゃないかなって思うんですよ、だからサビ頭はそれでサンピークです、あんまり聞いたことないから、うん、なんかラップしなくていいよ全然、ラップをメインに考えなくていい、うん、その曲の感じがキックは好きだ、はいはい、うん、聞いてみよう、メロディーはいいのがいいんですよね、僕ふざけたメロディーじゃなくてかっこいいメロディーに歌詞が面白いがいいんですよ、なんか、うん、テンテケテッ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 テーンとか、なんかそういう誰が作るんですよ曲はガチでめっちゃいいのででもそれは一緒、それはそうよ、なんかいけそうっすね、いけそう、でもやっぱそのいけそうなんだすごくない、ポジティブな感じじゃない、そこで言う、うん、そう、ね、でもそこはそうです、うん、ポジティブ曲で、やっぱサンタナピクとポサンピーク、サンピーク、え、いいの、あ、だから歌詞は全然いいと思うんですよ、サンピーク、いやだからまたほら、だらそれをあのタイトルにするかは、タイトルはまた最後に、まあ、置いといて、また置いといて、でもサンピークは入れていいってことだね、もうこれでタイトルサンピークにしますって言っちゃったら、ここで、まあ確かに帰れないじゃないし、あなるほどね何かに熱くなろうよ、うん、かわいい、しっくりこない、じゃあイメージそれとして次にじゃあ考えるのはもう一言目、一言目、一発目、サンピーク、バチバチに受け入れてくれてるよサンピーク、いやいやいや、三人でいい、サンピークっていうの終わった、作らない方がいいって絶対今までだ、それ歌詞とかって気にしたことなかったけど、確かにすごいなって思う、やっぱその、じゃあ俺らのちょっと振り返ってみよう、作品で言うとやっぱ配給からファンイベント、うん、とんだとんだな配給卒業してからちょっと時間経ってるわけじゃん、一緒だったけど一回離れてまた今一緒になってみたいな、配給卒業してからの歌詞でもいいかもしれないです、ね、再びなんでこいつらといたら何かできる、ああいいっすね、そんな気がしたんだ、死んだ誰か出会う当初は喧嘩はしなかったのにリズムベースになっちゃってる、歌詞でいいの僕的には最初僕たちって自分の意見とかでぶつかったことがなかったのが、でも賛否してってそういうのが言えるようになったっていうのが、俺的には結構めっちゃ染みてるんですよ、うん、なんか嬉しいっていうか、染み込ん、染み込ん、染み込んって入れるからなんでも言えんだよ、僕サンピークとワンチームでインフンでない、そう、でもインフンいけそう、全然出てない側ばっか決まってってんだけど中身全然決まってないよ、なかなか時間が合わないから あの撮影とか全然決まらない、確かにめっちゃ悲しいみたいな湘南の風ちょっとこう変えてもどかしいとかっていう方にして、うん、初めて聞いた人が、うん、まさかそんな YouTube で10万人目指してるっていうような思いだったとは思わなかったみたいな、めっちゃ高度じゃない、でもすごいコードだと思う、で一人入ってきた誰だ野村それも入れたいっすね、入れなくていいだろ絶対でも予定が合わないっていうのを俺入れたいっすね、予定が合わない気持ちを言ったらいいんじゃない、もどかしいとかなかなか歩みを進められないとかね、うん、ああいいね、言い合いは全部 LINE でも顔見合わせたら仲良く LINE仲良くなれるそこインフンで踏んでないあのなんか LINE となれるのが1ミリもこう言ってんの
逆なんだよ方向性が。お互い怒って良くないラインでも心の中ではアイン。顔見合わせたらいつも落ち着く落ち着く、そして俺らはいつものお家に着く。あーいいじゃん。それとさっきの俺のアインが繋がりそうにないな。え、でも両太郎すればさ、ラップって言ったら両太郎なんだよ。そうだよ、そうじゃん。そうですよね、昔うちにはラッパーいるじゃん、ね、そうです、そうです、全然いけます。いける、まだいける、まだいけますよ。あ、じゃあちょっと設定でさ、ね、ズンズンキャッズンズンキャッズンズンキャッ、会えない間は LINE で喧嘩、それでもいいの、お前はええんか。だから何ですか喧嘩。でも結構歌詞は出てきた、出てきた、出てきましたか。結構振り返ったら、あ、ほんと、うん、コメントでもぜひ、はい、なかなかないからこういうタイミング募ろう。ちょっと待って、だって俺らは俺らだけじゃないから、わかる、俺らとファンとか見てくれてる人がいてサンタナピクトだから、またいつかイベントやる日までっていう、ね、やっぱ10万人もあるけど、それと同時にやっぱイベントをみんなでやりたいっていうのがあるから、やっぱ一緒に作っていく。なるほど。人間にみんな必要なのはお弁当、僕たちに必要なのはコメント。ちくしょうめ。ぜひねコメントしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いしま す, ます僕たちと一緒に曲を作りましょう。というわけで今日の動画はここまで。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。せーの、バットボタンは押さないで、モーメント、コメント、セメント。